アーミー・オブ・ザ・デッドはアメリカ合衆国で制作されたゾンビ映画。2021年5月21日に全世界でネットフリックスにより配信された。監督はザック・スナイダー、主演はデイブ・バウティスタ。ザック・スナイダーにとっては2004年のドーン・オブ・ザ・デッド以来17年ぶりのゾンビ映画である。また、本作の前日端のアーミー・オブ・シーブズが2021年に 配信予定であり、アニメシリーズとして、アーミー・オブ・ザ・デッド、ロスト・ベガスが2021年に配信予定。アメリカ軍がエリア51から未知の生物を乗せたコンテナを輸送する。しかし気が散っていた、新婚夫婦が運転する車に衝突された時に、投げ出されたコンテナから超人的なゾンビが解き放たれ、兵士が次々と襲われる。そしてゾンビはラスベガスへ向かい、 ラスベガスはゾンビパニックへと陥る。やがてラスベガスは封鎖されたのだった。本作は傭兵たちが強盗計画を企てて封鎖されたラスベガスに踏み込み、一世一代の大爆地に挑む様子を描く。カッコ内は日本語吹き替え。本作は批評家から好意的に評価されている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには129件のレビューがあり、 批評家支持率は73%、観客による支持率は79%となっている。平均点は10点満点で6.2点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は野心的なゾンビ強盗映画であるアーミー・オブ・ザ・デッドはザック・スナイラー監督が得意とする残忍なスプラッシュで彼のジャンルの原点に戻っているとなっている。また、 メトクリティックには36件のレビューがあり、荷重平均値は57、100となっている。ありがとうございます。